全馬は、岸田国史が1951年に発表した小説、また、それを原作とする映画。本校では、小説、映画、テレビドラマについて扱う。新聞記者、三国連太郎は、部長の中沼より、政治家北浦氏の失踪した妻、いつこの調査を命じられた。気が進まない連太郎も、しぶしぶながらまず長野原に陰性するいつこの父を、尋ね。 いつこの妹、美か子の案内で、久能三山六の親友の家にいるいつこに会い話を聞いた。家での理由は、いつこはただ、北浦と性格が合わないことを発見したと説明。レン郎は新聞に発表しないことを約束して帰った。しかし、他の新聞社があらぬことを書き立てたので、やむなく、これを記事にする。中沼は、結婚前のいつことは、友人で、 行為も持っていたため記事にするのを反対するが、それが上層部の不況を左遷されかける。レンタロウとミカコには、恋が芽生え、中沼の心も再びいつコに引きつけられていった。しかしかねてより肺の弱かったミカコが、渋滞に陥り、長野原に向かういつコは中沼に会い、その心を打ち明けられる。しかし、北浦との離婚問題とそれらを一緒になって、考えられるのは嫌だからと断った。 中沼はこれまで関係のあった鈴江とも手を切ってしまった。長野原に行っていたレンタロウは死ぬ前の美香子と結婚式を挙げたいと言って、中沼に立ち会い人をお頼みに帰ると、中沼はシもやめ、北浦にもいつこに対する気持ちをぶちまけてしまっていた。レンタロウは長野原へ同行してくれるのもいつこに会いに行くためだろうと不満を漏らすが、長野原に着いた時には、 すでに美香子は永遠の眠りについていた。しかし、蓮太郎の希望で、死せる花嫁との結婚式が、父両園、いつこ、中沼の立ち合いで行われた。さらに、いつこの手を求めようとする中沼に対し、いつこは、自分は、北浦を不幸にした上さらに、鈴江を不幸にしたくはないからといって、中沼を東京へ返すのだった。丘の上に美香子の棺を焼く煙が白く昇っていた。 1951年に小畜配給の下で公開された。三国連太郎のデビュー作であり、彼の芸名はこの映画で自身が演じた役から取られている。彼はこの映画で第2回ブルーリボン賞新人賞を受賞した。1962年5月18日と同年5月25日の2回にわたって TBS 系列の近鉄金曜劇場で放送。前編。 三カ子の巻と後編、いつこの巻で構成されている。ホームページで説明されているように、これはあくまで役名である。AB、全馬木下啓介の全作品、小畜、2014年4月7日閲覧、ありがとうございます。